移籍してきて、すぐ最年長になりました、この最年長という大きな看板を背負って、チーム若い選手多いですが、勝つを入れていきたいと思います。優勝争いするんではなくて優勝するという、強い意志を持って、1年間戦っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。琉球柏高校から来ました、和亮です。逆に自分は最年少ですが先輩たちの背中を見てしっかりと学んでいって、FC 東京の優勝に一つでも貢献できるように頑張ります。お願いします。FC 東京 U18 から昇格した佐々木あたりです。早くスタメン列車に出れるように一日一日しっかり練習頑張りたいです。応援よろしくお願いします。小沢で札幌から来ました成田月です。チームのリーグ優勝という目標に少しでも貢献できるように頑張るのでよろしくお願いします。15号田から来ました前田良一です。自分自身もっと成長するためとしてタイトルを取るためにそこに来ました。よろしくお願いします。